アンリアルエンジンを使って理想のゲームを自分で作りたい。そのために僕が描いたキャラクターを 3D モデリングできるようになりたいということで始まったブレンダー講座、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。株式会社ヒストリアの黒沢です。早速ですが、真島先生、前回の収録で宿題としたキャラクターモデリングは無事に終わりましたか？髪の毛とか服が全然わからなくて、時間外講師もしていただいて、なんとか作り上げました。扇状に分割っていうのがあると、あっ、引かれた風になるんですね。この扇状に分割したところの真ん中の頂点を少しこう出してあげて、この三角形さえ押し出して、これを一箇所にキュッてやってしまえばこの形になるので。あれ、なんか足に変な模様入ってる。足にもカモロテクスチャー貼られてるかもしれないですね。あれ、なんで大変だ。なかなか大変ですよね。大変だけど面白い。はい、こちらが僕がモデリングしたキャラクターです。どうぞ。あ、かわいいですね。いや、執筆でお忙しい中ありがとうございます。いや、でも楽しかったですよ、めちゃくちゃ。前回時間外で教えてもらったピョンって跳ねてるところをこういくつか、はいはい、で、いいですね。はい、結局なんか耳のところはよく分かんなかったんでこのままになってるんですけど。そうですね、ここに関してはただこのままでいいかもしれないです、ね、こうやって結局適当にいくつけてるだけっていう状態ではあるんですけど、はいはい、特に動かすのでなければここでも大丈夫な気がします。じゃあ今日はいよいよですね、キャラクターにこの色をつけていくというか、いわゆるテクスチャーというものを作っていきたいと思って。テクスチャー、まあそれっぽくなるわけですね、いよいよ。そうですね、もうこれができてしまえば割と完成品みたいな見た目です。おお、楽しみですね。はい、テクスチャーを入る前に、はい、まずこの UV 展開という作業が待ってる。あ、なんか聞いたことあるけどすげえ難しそうですね。そうですね。割と業界でもこの作業を嫌ってる人が多いぐらい。あ、そうなんですね。そうですね、ちょっと面倒くさいことで有名な作業です。なるほど。で、 UV 展開の前にですね、まずキャラクターをこの一つのモデルにしてしまいたいんですね。マフラーとか髪の毛とかちょっとパーツが複数個になってるので、これらを全部まとめて一つのメッシュにしてしまいたいです。ほうほうほう。一つのメッシュにするにはですね、まあ、モデルを複数個選択して、全部選択すればいいってことですね。そうですね、ただ一度に全部やらない方がいいかもしれないですね。ちょっと問題があったらなんかこうどこが問題か分かんなくなるので、とりあえずなんか一個だけやってみましょうか、うん、顔と髪の毛とかですかね。顔と髪、 3D モデルで表選択しても大丈夫ですよ。それで顔と髪の毛ですね。シフトキーをしながら、はい、選択すると選択できます。その状態でオブジェクトのメニューにある統合です。統合、はい、あ、はい、1個のオブジェクトになったっぽいですね。はい、無事になりましたね。こんな感じでですね、どんどん1つにしていくんですが、ちょっとモデファイヤーが入ってると実は都合が悪いんですね。モデファイヤーがついてるものがないかどうか、ちょっと一通り順番に選択してもらっていいですか。例えば耳とかですね。あ、ミラーが入ってますね、これ。あ、なるほど。こういうのはですね、モデファイヤーを統合していく必要があるので、適用でいいんですよね。あ、そうですね、適用というのを押してください。はい、みんな入ってますね。なんかミラーが。そうですね。適用。髪は入ってない。マフラー。これはなんか2個ぐらい入ってるけど。あ、そうですね。厚みをつけたりもしてましたね。これも適用してしまいましょう。はい。あれ、これ下からとか上とかからとかありましたっけ、順番。順番的には、上からなんですが、この場合はどちらからやっても同じです。あ、大丈夫ですか。はい。はい、大丈夫です。はい、であれば多分全部まとめて統合しちゃっても大丈夫なので、まとめましょう。これで全部かな。あ、これもか。おお、一個になっちゃいました。なりましたね。はい。コレクションのところに残ってるのってカメラと、ライトですね。ライト、はい。あ、そうですね、この2つは関係ないのでこれで大丈夫です。スケールにちょっと値が入っちゃってるので、オブジェクトのメニューからこれ適用スケールっていうのを押してください。適用スケール、はい、押しました。大きさが1になりましたね。はい、はい、これで完璧です。で、 UV 展開なんですが、なんかイメージありますかね、 UV 展開のイメージって。そもそも UV って何すかって話ですよ。なるほど、そうですよね。UV 展開、ちょっといろんな例えをみんなする人がいるんですけども、はい、みかんの皮を剥いた状態だと思っていただけるといいんですが、テクスチャーっていうのは画像編集ソフトで、まあ、Photoshop とかで書いたりするので、まあ、当然 2D じゃなきゃいけないんですが、はい、今から貼るものってのは 3D ですよね。はい、なんかこの 3D のものを 2D に貼るために一旦画像ソフトで編集しやすいようになんか平面的にしなきゃいけないんですよ、うん、なるほど。なので、このみかんの皮を剥いて画面に並べてる状態みたいなのがあって、そのみかんの皮に対して絵を描いたら元に戻すとみかんにも絵がついてるみたいな。おー、なるほどなるほど。そういう感じのイメージですね。これでも皮剥くときに髪の毛と頭って一緒になってるとやりづらくないですか。
多少やりにくいところはあるんですが、まあ、画像は1枚に収まってる方が都合がいいので、うん、なるほど。これも正直いろんなビューハというか部分ごとにやる派の人もいるってことですね。そうですね、あのゲームの仕様とかによって部分ごとに分けたりすることもありますね。なるほど。今回はちょっと1枚にしてしまいましょう。はい。 UV の展開なんですが、いきなりこのキャラクターやるのを1回すごく簡単なものでやってしまうとイメージがつかみやすいかもしれないですね。はい。例えば円柱とかを出していただいて、円柱、はい、これが UV ってどうなってるんだろうって見ることができるんですよ、うんうん、画面の上のところにレイアウトとかモデリングとか並んでるんですが、はい、その中に UV エディティングって書かれてるボタンがあります。あります。これがですね、円柱を展開した状態なんですよ。ほうほうほう。どこがどこって分かりにくいかもしれないですが、まあ、なんとなく分かりますけどね、これの、ま、はい、周りの部分でこれてっぺんと下ですよ、どっちかの。そうです、そうです、まさにその通りです。なんか立体物であってもこんな感じで 2D にこう表すことができるというか、うんうんうん、開いた状態です。で、円柱とか最初から入っているモデルはこんな感じで最初から UV が設定されているんですが、はい、自分で作ったモデルというのは UV がこんな綺麗に展開されてないので、うん、こんな感じで展開していきましょうという、ね、なるほど。これすごい素朴な疑問、ここでちょっと関係ないですけどいいですか。はい、大丈夫です。この円って三角でも四角でもないポリゴンですよね、この円柱の上の部分。ああ、こういうのが存在してもいいんですか。ケースバイケースなところがあるんですけども、はい、完全に平らな面だったら大丈夫ですね。あ、なるほど。今度は同じようにこのキャラクターをちょっと選択してもらっていいですか。はい。で、その状態でタブキーを押して、で A キーを押して全部選択した状態にしてもらって、なんだ、はい、なんか変なものがぐちゃっと出てきましたけど、はい、そうなんですよ。これが現在の UV で、なんかもともと四角とかも使っていたので、うん、それについてる UV が微妙に残っているけど、まあ意味はないみたいな状態になってるんですね。全然意味が分かんない、なんだこれそうですね。なので一回この UV を真正面から撮影してしまいましょう。ほうほう。 3D モデルの方の画面で U ボタンを押していただいて、 U、 はい、そうすると UV マッピングのこのメニューが出てくるんですが、はい、その中でですね、ビューから投影ってやつをしてもらっていいですか。ビューから投影、はい、はい、あ、そうですね、その全選択してから、はい、そうです、全選択してから U でビューから投影。うわわわわ、なんかでもちょっとそれっぽい、はい、そうですね、真正面から UV を作ったという状態の、まあ、これも一つの UV ではあるんですけども、ただこれ真正面から描いてしまうと、まあ、後ろ側にも顔が来てしまうので、はい、まあ、あの正しい UV ではないというか、今回欲しい UV ではないという状態なんですね、はい、こんな感じで一旦 UV を作ってしまうとここから直していけるので、これです、UV をつけるいくつか方法はあるんですが、僕がお勧めしているのは、はい、シームというものをつけるという方法です。シーム、切れ目。あ、そうです、そうです。まさに UV シームという UV の切れ目をつけることによって、はい、展開ボタンを押したら自動的にその切れ目のところをうまく避けて展開できるみたいな。お、そんなことが。はい、カットするラインだけ入れとけばいいんですよ。へえ。展開できましたね。みかんの皮を剥いた状態ですね。そうです、そうです。気持ち悪いこんな感じに全身をやっていくという、考えるだけでめんどくさい作業。確かにこれだけでもかなり大変。